通販の配達玄関前置くだけ来春から本格開始。記事によれば、日本郵便は、通信販売会社や百貨店などを対象に商品を宅配先の玄関前に置くだけで、配達を完了するサービスを来春から本格的に始める。荷物の増加に対して人手不足の解消が進まない中、不在時の再配達を抑え、 コストを削減する狙いがある。このサービスでは受け取り側が在宅か不在かを確認せずに、配達員が玄関のドアノブに商品が入った袋をかけたり、脇の備え付け宅配ボックスに入れれば配達を終えたことになる。受け取り側が企業からメールなどで商品発送の連絡を受けた後、この方法による配達か。 在宅中に配達をしてもらう従来通りの方法か、いずれかを選択することになっている。玄関前などに置くだけで配達を済ませられれば、日本郵便にとってはコストのかかる再配達を減らすことが可能となり、受け取り側も配達予定の時間帯に在宅して待つ手間が省けるなどのメリットがある。引用ここまで読売新聞。ネットでは避難号号。 紛失した場合は受け取り人が一方的に損害を被るってことはないだろうね。盗まれたらどうすんだよ。盗まれた時の損害賠償とかどうするのよ。受け取っても、受け取ってないと言い張る人が出るぞ。配達の車を尾行して、荷物を回収するという新たなビジネスチャンス待ったなし。海外で置くだけが普及してる国があるのは事実だし、 盗まれる動画がのべつ出ている。こんなアホなサービス、嫌な予感しか、しないわなど。アメリカでは玄関前に置くだけだから、盗難が多発しているそうだよ。再配達を有料にすればいいだけだろう、と大方は送り側負担を度外視した無責任なもの。違いますね。この宅配はあらかじめ、 受け取り側が送り先から配達方法の打診を受け、回答してからになる。玄関先に置いてね、と返事した以上そこから先はもっぱら受け取り側責任だ。再配達有料にすればいいだけだろ、う、に至っては共同社会に住む権利すらない。人手不足で何回も同じ配達を繰り返せない現実を、金さえ払えば自分のところへ何度でもと開き直る。 池ケズず,うずうしさをさらけ出す始末。宅配を依頼することは、約束通りに約束したものを掃除する契約を、誠意を持って完結することを横託することなのだ。己のご都合でちょっと不在しますなんて、契約不履行なのだ。そのような爽やかな大人の世界でありたい。